こんにちは。今回は義理人情のことについてちょっとお話ししようかと思うんですよね。で、今ね、ある方の YouTube 動画を見ようとしているところなんです。そのタイトルが義理人情大和魂っていうタイトルなんですよね。まだ動画を見てない段階なんですけども、そういえば義理人情って何だろうかなと思って、動画を見る前に私はね、こんなことを考えてるよっていうのをお話ししようかと思うんですよ。その後で動画概要欄にある動画を見せて、いただこうかなと思ってますね。で、義理人情ってのは何か恩があるからお返しするっていうのは、これ義理人情とは言えないと私は思うんですよね。つまりはギブアンドテイクの関係っていうのは、要するに何かをしてもらった人に何かをお返しするっていう風なプラマイゼロの発想なんですよ。で、私が思う義理人情っていうのは、おそらくこの人こうしてもらったら喜ぶだろうなと考えて、言ってみればね、先手で挨拶をするのの延長線上にあるんですよ。先手で挨拶ってどういうことかっていうと、向こうが何者かわからない、挨拶もしてこない、でもこちらからこんにちはって挨拶をしていこうかなってことなんですよ。もしかしたら声をかけた時に機嫌が悪くて怒られるかもしれませんし、挨拶をしても無視されるかもしれません。でもお構いなしにこちらから筋を通していく、これが義理人情なのかなと思うんですよ。何かをしてもらったから恩返しをするっていうのは、これ義理人情でも何でもないと、それはもっともっと当たり前のことなんですよね。義理人情ってのは、世話にならずに世話をして、面倒を見てもらわずに面倒を見てあげることじゃないかなと思うんですよ。言ってみれば、弟分や子分に対して無償の愛を捧げていくこと、もっと言えば母親から我が子に対する見返りのない愛情を、それを他人に注げるかってことなんじゃないかなと思うんですよね。義理人情ってのは、そういうふうに自分の損得抜きに善悪で行動できるようになった時に達成されるんではないかなと思いますし、その繰り返しが人生修行なのかなと思うわけなんですよね。それでは動画の方を拝見させていただこうかと思います。どんなね、人の意見がそこにあるのか、そしてどんな考えによって自分は投影されるのか、非常に楽しみです。それでは今日もありがとうございました。